僕ら生まれの限界育ち走れバイプレイヤーズ TMI 型の久保女子です。よろしくお願いします。もうバイプレイヤーズって言ったら失礼なんですけども、はい、まあ、九州サンバということで、はい、ちょっとこうトースポ動画としても注目してみたいなというところで、はい、まずは TMI 型に、はい、スポットを当ててですねお話聞こうと思うんですが、はい、まずこの TMI 型っていうのは、はい、型って鹿児島弁で ありがとうのみたいですね。竹園さんやっぱりこうなんですか、鹿児島弁シリーズみたいなのあ、ね、あ、はい、僕前やってたのも、はい、ゲッタドンって言ったんですけど、あ、ゲッタドン、それもなんか鹿児島弁 で、ね、化けたっていう、はいはい、ですけどこの鹿児島弁シリーズ、はい、じゃあ竹園さんとも2頭目という、いや何頭かもう九州さん僕結構やらせてもらってます、はいはい、今までちなみにこの、はい、もう一部コアな不安には大受けの九州サンバの新馬戦ですけど、はい、あの買ったことあります？新馬戦はないですね。未勝利は、あ、未勝利は買ってますか、はい、テイム速球っていうので買ってしまったんですけど、同じ結構ちゃう、そうです、これ妹ですよね、はい、あ、そうなんや、父親はちゃうんですけど、うん、はい、父親は何と言ってもこの春亡くなったテイムの手なんですから、はい、まあその辺もね我々の動画としてもちょっと注目していきたいんですけれど、はい、ちょっとそれよりめっちゃ寝てますよ。そうですね、馬場なんかすごいおとなしくてどっしりしたのに、あ、そうなの、牝馬の全然周りが何あっても気にしない感じ、はい、だって普通こう僕らも何度か寝てる馬取材するんですけど、はい、起きます、起きてきますよ、はい、ただ外出ると怖がりなんで、あ、こうギャップが結構ありますね。なるほど、はい、やっぱりお父さん、まあオペラ王やから若干自分ではやっぱり、ほんでね、言うたって母ちゃんもフレンチデビューでしたけど、ね、はい、ね、はい、血統としてはね、そうですね、バリバリの九州さんって感じじゃないですもんね、はい、うん、ちょっとこうお嬢様気質なところもあるんですかね、うん、そうですね、普段すごい感じ、すごいですね、ほんまに全然同時なんですね、同時なんですね、はい、やっぱりオペラ王も、はい、そういうところありましたもんね、まあ、そうです、同時ないっていう、うん、確かに、ほんでオペラ王もよう馬房で寝てた記憶があるんですよ、ね、あ、まさか、うん、寝てますね、はい、早い、あの、よう走るまでね、賢い馬は、はい、まあ、よく寝るって言いますもんね、はい、はい、うん、そうですね、でもなかなか一般の人は馬がこうやって寝るって立って寝ろってますもんね、みんな、あ、まあまあ馬によりますからね、うん、はい、あ、え、全然寝転ばない馬もいるんですか？あ、います、います、それはもちろん立って寝る馬も、寝転ばない馬もいるんや、いますね、へー、はい、よく寝る方じゃ、よく寝ます、多分お父さんにやと思いますさあ、そしてそのまあ能力というか、まあ、調教乗られて、はい、能力の方ですが、はい、どうでしょうか、まあ、まだ馬なりでしかやってないんですけど、うん、まあ、スピードありそうです、スピードありそう、はい、まあ、ちなみにお兄ちゃんよりもその辺はスピードは、うん、お兄ちゃんよりすがる感じはしますね、うん、はい、あのね、もう僕らオールド競馬ファンにとってはこの血統表を紐解いていくと、何代か前に萩野カムイ王っていうね、はい、黄金の馬って言われたその血が入ってますからそうです、もうそれはもうね、詳しいですねスピードだけでもな、持っといてもらわんと、いや、ほんまね、あのオールドファンの皆さん見ていただいたら、この萩野カムイ王にやれ TM オペラ王ですからなんかもうたまらんすか、たまらんすね、ほんまにあれ、まだ若いいや、まあ、ぼっちぼっち、37、あ、37、え、はい、萩野カムイ王とかは全然し、名前はそれぐらい、はい、ほとんど馬か知らないです、もう当時ね、1億8500万で買われて、黄金の馬と言われて、はい、いや、そんな話してる場合じゃないそうそうそう、主役は萩野カムイ王の話なんですよ、はい、さあ、スピードはじゃああるというね、スピードあります、うん、はい、じゃあこれから小倉まであと何週間の間で、はいはい、でしっかりうまく仕上げてと、はい、いうことになってます、はい、まあ、TM 歌詞の、まあ、あとっていうね、はい、すごいレースになりそうですけど、はいはい、見る方も見づらいんじゃない同じ勝負ばっか僕らは面子があるんで、そうや、そうなんです、ピンクに緑のベンツマーク、山内厩舎のね、すぐ分かるんですすぐ分かるよね、はい、え、山内厩舎から今年は相がてだけ、そうですね、1頭だけ、はい、わかりました、はい、それでは、あ、まあ、もう本当、新馬に向けて、抱負をお聞かせください、多分九州さん使うと思うんで、まあ、ちょっと怖がりの性格なんですけど、まあ、そこさえクリアしてくれれば能力的には通用すると思うので頑張ってくれると思います。
もうこのインタビューの間一度も起き上がろうとしないこの姿がすごいね。はい、TMI 型の久保女子でした。ありがとうございました。